英雄のカノン、テイルズ・オブ・デスティニー2テキストプレイ。皆さんここに一番はラニーです。今回も続きをやっていきたいと思います。前回はなんだっけ、ストレイライズ大神殿でフィリアと、そしてカイルの夢に出てきていたバルバトスと一戦交えました。もうね、大変だった、あの人を戦うので、ちょっと申し訳なく思っていることがありまして、私、戦闘ランクをなぜかセカンドにしていたということを、コメントで教えていただきまして、本当にありがとうございます。全然気づかなくて、いつの間に私セカンドにしたかな。いつだろう、私動画内で言ったのかな、ちょっとセカンドでやってみようかなみたいな、アホみたいなこと言ってたのかな、ちょっとわからないんですけど、ノーマルに戻してやっていきたいと思います。なんとかバルバトス倒せてよかったなと思うんですけどね、もうちょっとノーマルとかだったら、もうちょっとマシな戦いができたのかなと思うとちょっと悔しいです。はい、で、次は最後の英雄って言っていいのかな、ウトローに会いに行くために船に乗ろうっていう話になりました。なのでアイブレット校入っていきたいと思います。ちょっとね、おウッドロー王ってさ、どんな人なんだろう。ま、英雄王と呼ばれるほどの方だ。ただものじゃないのは確かだな。今度こそ本物の英雄だといいのだけど。会えばわかることだ。それよりチケットは買わなくていいのか。ああ、すっかり忘れてた。早いとこ買いに行こうぜ。はい、ということで、FF9 の方の動画でも言ったんですけど、ちょっとね、最近動画の更新がちょっと不定期になっていまして、ちょっと申し訳ないっていうのと、コメント返信もね、全然できてなくて本当に申し訳ないんですが、いつも皆さん本当にありがとうございますということだけお伝えしたかったです。ということでばっかり言ってるな。あれ見ていこう、スキット。バンダリアへは回路を使っていくことになる。お前たち準備はできてるか。あー、やべえ、俺まだ買ってないよ。あれがないとあっちでは大変だもんな。え、買うって何を？ポカポカカイルだよ。あったかいんだぜ。雪国の必需品さ。あのな、カイル、ジューダスが言ったのは海の道の方のカイルだ。まあ間違っちゃいないんだけど、遠くはないけど近くもないね。はい。ねえジューダス、誘っといてなんだけどさ、ハイデルベルグまで付き合わせて本当に良かったの？今更仕方ないだろ。それにお前たちだけじゃ不安なのは確かだからな。でも家族が心配するんじゃない？家族か。安心しろ、僕にはそんなものはいない。そっか、おかしな仮面つけてっけど、お前も苦労してんだな。おかしな仮面は余計だ。まあでも確かに、そこ、そのマスクというか仮面はどこで手に入れたものなのか私は若干気になっているよ。そうだ、船に乗る前に何か買っていこうよ。おいおい、遠足に行くんじゃないんだぞ。どうせ買うのはおやつだろ。当たり前じゃん。ねえねえ、何買う何買う。リアラは何が欲しい？カイル、おやつは300ガルドまでだぞ。え、じゃあバナナはおやつに入るのかな。遠足気分満々じゃんこの人ら。聞こえがいないな、そうなると。船旅か、気が乗らねえな。どうしたのロニー、随分顔色悪いよ。だってさ、船に乗るんだぞ。あんなでっかい塊が水に浮くわけないんだ。乗ったら最後、二度と大地を踏めないかもしれないんだ。大丈夫よ、金槌。小さな子や女の人だってたくさん乗っていたもの。本当か？どんな女だった？美人だったか？それとも可愛かったか？な、な、な！いや、その…よーし！もたもたしている場合じゃないぞ！行こうぜみんな！美女が！じゃなかった。海が俺たちを待ってるぜ！はぁ、あ…まあ、単純でいいよね。見て！船があるよ！あれに乗って海を越えていくのか！よーしみんな！ファンダリアまで競争だ！みんな同じ船に乗るんだから競争もへったくれもないだろうが。ジョニーはあれか、ボケでもいけるしツッコミでもいけるタイプか。まあ一番大変な役回りかもしれないな。
見て船があるよ。これは見たな。よし、じゃあ探索していこう。通常攻撃について深く話し合っているようです。聞いてきます。慣れてきたから最近は通常攻撃はまるだけ叩きっぱなしさ。全くなっとらな。実は2段目、3段目ではある程度命中ダメージが下がってしまうが、同じ組み合わせの攻撃だとより下がってしまうのだ。ほう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 、なるほど。何？じゃあどうすればいいのさ。でも下丸丸上丸と組み立てるなど組み合わせを変えるのがまず第一歩だ。第2歩は何さ。丸は攻撃力、命中の減少量が多い。字が多いな。攻撃力、命中の減少量が多い。はい。下丸では攻撃力が上がり、命中が下がる。左丸では攻撃力が下がり、命中が上がる。上丸では、攻撃力、命中の減少量が少ない。うん。以上を覚えておけ。丸による攻撃は効果範囲は広く当たりやすいことが多いが、その反面連続攻撃時にはあまり有効ではない。ほんとテクニカルですよね。これは次の攻撃にも影響を与えるから、下丸、下丸、丸と左、左、丸では3打目の攻撃の数値が変わるぞ。さあ、回避が高い敵には左丸から組み立てることにするさ。逆に回避が低い敵には下丸から始めるさ。例としてはそんな感じだ。まあ、喧嘩量は微々たるものだから、このルールで一手一杯だというなら無理して覚えなくてもいいぞ。まあ、ちょっと覚えられる気がしないな。申し訳ないことに覚えられる気がしないんだよな。さて、次の便が出航するまで思いっきり息抜きするぞ。一度航海に出てもらうとしばらく海の上だからな。陸で思いっきり遊ぶのさ。船旅か。私はちょっと遠慮したいなーっていう感じではあるんですが、そのがっちりとした体格、それに甘いマスク、君たちいいじゃない。なんだ君たち実に船乗り向きだよ。若いし体力ありそうだし、それにその甘いマスク、甘いマスクと船乗り何の関係があるんだよ。え、何この人。ちょっと怖い。今日は仕事は休みなんだけど、なんだか自然に港に足が向いちまった。やっぱり俺は根っからの海の男なんだろうな。ガッハッハ。なんか他の町にもそういう人いた気がする。おじさん、スノーフリア行きの定期船のチケットちょうだい。全部で4枚ね。はい、4名さんだね。400ガルドになるがいいかい。ちょっと待って、ここ入れないね。はい、この先は、あ、行け。はい。そうですよね。おじさん、はい、じゃあスノーフリア行きの、はい、4名さんだね。400、はい、ダーリー。お客さん、運が良かったよ。今回の便はそれでおしまいだよ。ギリギリだね。本当？やったね、ラッキー。これってなんかいいことが起こる前触れかも。ちょっとフラグ立てないでくれる？どっちのフラグかな。お、船旅いいね。そういえばデスティニーの時も割と船旅って早かった気がするな。やたら最初から船に乗ってた感じがするんだけど、いろんなところもあったからね。クレバム追って、まあデスティニーを見てない方にはちょっとわからない話題かもしれないんですが、もしよければご自分でプレイなさるか、実況してるので見ていただければ嬉しいかなと思います。船内では、おのおの自由行動でいいよな。じゃ、そういうことで。どうせナンパ行くんだろう。まあ、どこ行くの、ロニー。カイル、お前は知らないだろうか。旅というのは、人を開放的な気分にさせるものだ。ごめん、飛ばしちゃった。うんうん。雪吊りの恋人たち、ただ一度の仰せだが、次がないからこそ恋の炎は激しく燃え上がるんだ。わかるか。つまりロニはナンパしに行くんだね。うん。そんな顔すんなよ。それに開放的な気分にさせるってのはあながち間違ってないと思うぜ。試しに
リアラでも誘ってみたらどうだ。いい感じになれるかもしれないぜ。俺は別にそんなんじゃ。リアラに会ったらお前が探してたって言っといてやるよ。じゃあな。ロニーは称号恋愛探求者を得ました。やっぱそういう系の称号多そうだな。まったく、ところ構わず騒がしいやつだ。あれ、ジューダスも行っちゃうの？一人で考え事がしたい。ついてくるなよ。さて、どうしようかな。探索しよう。今一人だからな。セーブのすることじゃないからな。なんか全然進んでないから、とりあえず探索しに行きましょう。これここにもいるんだ。戦闘の作戦について、いろんな敵に会っても対処できるように作戦を決めておこうではないか。防御が固い敵が現れたらどうする。みんなして術を使いまくりさ。術を使うのは悪くないが、全員が術を唱えてるといいように殴られるので、全員を一人置くのがいいな。敵の後衛が強力な術を使う場合は、昨日暗記して覚えたさ、術を使わせるなで詠唱を邪魔するのさ。まあそんな感じだ。作戦は同時に3つまで登録できるから、戦闘中に瞬時に切り替えながら戦うと見ていて気持ちがいいぞ。攻撃頻度、回復割合もキャラクターの能力と敵に合わせて変えていくと、より効率的な戦いが望めるだろう。私こういうの苦手なんですけど、必要ですよねきっと。もうバルバトスとかバルバトスとかバルバトスとか戦うとき、なんもないかな。まあでもこういう、なんだろう、ヒントキャラがいるのはなかなか嬉しい。随分と大きな荷物だ。中身は鉄鉱石のようだ。私は偉大なる預言者サバディチョである。私の預言ではもうすぐよからぬことが起きるはず。うっぷ、おえぇ、そういう、確かによからぬことが起きたね。なんだろう、これもフラグなのかな。そのさっきのカイルのなんかいいことがありそうみたいな、ちょっと怖いな。女の子、確か甲板の方で見かけたような気がするよ。船が珍しいのか、キョロキョロといろんなものを見て回ってたみたいだよ。みたいだな。そういえばスキット見てないな。一人じゃ退屈だし、リアラのとこにでも行ってみよっかな。うん、でもリアラどこに行ったんだろう。一人じゃ退屈。オッケー、探しに行きましょう。ねえお兄ちゃん、パンダリアには行ったことある？実は初めて行くんだよ。バナナで釘が打てるくらい寒いんだよ。あは、それはデタラメ。なんか打ったらあっという間に粉々になるもん。え、バナナが？パンダリアのことで聞きたいことがあったら何でも私に聞いてね。パンダリアから来たのかな。来たっていうか、うん、まあ出身。私たちパンダリアにある実家に戻る途中ですの。あ、そうなんだ。娘も久しぶりにおばあちゃんに会えるととても喜んでいますのよ。それはいいね。なんかすごいドレスみたいな着た人が。あら、あなたも私をナンパしに来たんですか。私は今この船で恋人に会いに行くとこなんです。それなのにしつこくナンパしてくる人がいて困ってるんですよ。きっとロニーだろうな。これは鉄拳制裁を加えるべきではなかろうか。ほほほほ、私、世界美食クラブの会長をやってるだもく。パンダリアには寒冷地特有の特産物があるという話だもく。ああ、想像するだけでよだれが出るだもく。相当、まあ、食いしん坊なんだろうな。よく言えば、グルメかな。
棚の中には酒瓶が並んでいる。どれもこれも一流の品ばかりだ。ちょっとお金持ちの人の部屋かな。看板がここで、向こう側は？お、な、広いな、結構。この下は戦争だよ。悪いが、お客さんは通せないんだ。まあ、ですよね。お、なんだ。ハンモックだ。船長が使っているのだろう。ん？ラピッドシンボルが落ちてる。あと手紙が。御社の通販で買ったラピッドシンボルですが、ちっとも効きません。宝くじ当たらねえぞ。これを装備すると本当に幸運が上がるんですか？効き目がないようなので返品します。まあ、そんなもんだと思うけど、いらないんなら俺がもらっておこう。これはいいのか？ラピッドシンボルなのか、ラピッドシンボルなのか、ちょっと待って。ラピッドシンボルだよね。ちょっとごめん。どうしよっか。幸運あげとく？ちょっと他のキャラ、今アクセサリーつけてない子いたかな？その子につけてあげたい。ああ、また船長に叱られちゃったよ。金槌だし、船酔いはするし、僕ってやっぱり船乗りに向いてないのかな？そんなんでどうして船乗りになろうと思ったんだ？海が大好きだから、かな。それは大変だな、なんか。いや、ワコードでいいのかな。よ、私がこの船の船長だ。船旅は楽しんでるかね。うん、すっごく楽しいよ。何か不自由していることがあったら何でもこの私に言ってくれ。船長では私が法律だからな。すごい太っ腹。オッケーオッケー、ありがとう。サイズにはびっしりと矢印や専門用語が書き込まれている。すごいなぁ。航海士さんとかほんとすごいよね。お、カイルー、ほら、こっちこっち。あー、こっちがイベントだったか。あ、危ないよ、リアラ。落ちたら大変だよ。平気平気。もし落っこちても、カイルが助けてくれるもの。すごいね、なんかリアラとめっちゃ打ち解けてる。だって未来の大英雄なんでしょ、あなた。ね、カイルも上がってくれば。潮の香りがとっても気持ちいいわよ。待ってて、リアラ、俺もすぐそっちへ行くから。あら、なんかいい感じじゃん。おとなしそうに見えてリアラって結構無茶するよな。そうね。あ、なんて、感心してる場合じゃないぞ。とにかく早くリアラのとこに行かないと。おとなし、オッケー。ごめんね、ちょっと待ってて、リアラ、ほんとごめん。もうちょっとだけ回らせて。甲板のこっちの方見てないんですよね。なんかないかな。あれ、こっち行けないのか。あ、ちょっと待って、こっちだっけ。あ、当てた。坊や、気をつけな。嵐、海賊、幽霊船、海に危険はつきものだぜ。ちょっとなんかその中にどれかになんか壁にぶち当たりそうだな。不安だ。はい、実は日付をまたいでおりますが、続きをやっていきます。リアラのとこに行くんですよね。うわー、すごいや。海以外何にも見えない。それに風がビュービュー吹いてって空を飛んでるみたいだね。すごいでしょ。でも意外だったな。リアラってこういう場所怖がると思ってた。どうして？潮風も吹いてこんなに気持ちいいのに。いや、なんかさ、高いところに上がると怖いとか言いそうだったし。いや、でも、あの、なんだっけ、なんとかバレー、あ、名前忘れたけど、あそこ一人で越えてったからね。すごい活発ですよね。何今の、怖いって。私の真似、全然似てない。笑うことないじゃんか。ごめん。カイル、
でも怖いってやっぱ変かなでもほっとしたよ俺。リアラもそんな風に笑うんだね。当たり前じゃない、変な子いる。だってさ、最初会った時なんか俺が何を言っても表情一つ変えなかったじゃん。正直ずいぶん不愛想な子だなって思ったよ。あの時は英雄を探さなきゃってことで頭がいっぱいだったから。ああ、うん、そういえばそうだったね。ねえカイル、あなたはなぜ英雄になりたいと思ったの？やっぱ父さんみたいになりたいからかな。父さんは大きくて強くて、でも優しくてあったかくて、いつもニコニコ笑ってた。とはいえ俺が小さい頃に旅に出てそれっきり戻ってきてないからよくは覚えてないんだけどね。けど俺もいつか父さんみたいになりたいと思ってる。父さんのような本当の英雄に。なんか泣きそうになってきたここまで思ってくれる息子がいて幸せだね。スタンは本当の英雄。そういえばさ、リアラはどうして英雄を探しているの？私が英雄を探している理由は、なんだ主だ、デビルスリーグの主だ。うわー、なんか出ると思った。やっぱり、お助け、おいらまだ死にたくねえよ。ガタガタ抜かすな、とにかく船長に伝えてこい。それから見張りの人数を増やせ。船体に損傷がないか調べろ、急げ。おいお二人さん、そんなところでイチャついてる場合じゃねえぞ。違うんだリアラ、そんなつもりじゃなくて。大丈夫か？カイル、大丈夫？心配いらん、バカは頑丈と昔から決まっているなんだよバカバカ言うなよな。はいはい、喧嘩は後、何が起きたのか確かめるのが先だ。手先へ行ってみようぜ。戦闘来そうですね、これ。そうだ、装備なんか拾ったんだよね。装飾品。ラピッドシンボル、誰につけようかな。リアラでいいか。正直、幸運が、何のステータスに、なんか、なんていうの？影響を与えるのか。あんまりよく分かってないので、大丈夫かな。この前装備は見たような気がするので、大丈夫でしょう。このまま行きます。ヌー、海の主だかなんだか知らないが、この船で買っちゃうって許さん。この船の船長が言っていたと、やつに伝えてきてくれないか。自分で言えよ。え、やつって船員さんってこと？落ち着いてください。まずは係員の指示に従って。よし、その調子で他の乗客を落ち着かせてやってくれ。これ回った方がいいのかな。この人は戦争だよ。でも今海の主と戦争なんだ。ああ、どうすればダジャレ言ってる場合じゃない。あ、高級手当大丈夫。なんか回復してたし、こちら補給が。なるほど、ドライブボトル買います。お金ないな、2ぐらいにしとくか。オレンジグミ3個ぐらいかな、これで。あ、コメントでいただいたんですけど、スペクタクルズやっぱり使った方がいいかもってことなんで、使っていきます。
ああでも、まあ、いいや、今7個あるし、ありがとう。一応他の部屋回ってみたいと思います。うわ、え、千年に出るのか。いや、なんか3人いるとやっぱ違います。全員がお疲れ様。お疲れ様。鮭だ、鮭。なるほど、私は偉大なる。変わんないのか、この辺が。あーっと、この距離は絶対変わんないだろうな。で、セーブポイントがあって、皆さん、こういう時こそは私に落ち着いて、私の指示に従ってください。まずは、火の元と土間に乗っけてみまして、自分からそれから、あんたが取り乱してどうする。おーっと、シースラック。切れんだ、戦列国王戦。おぉ、かっこいいな。切れんだ、戦列国王戦。ちょっと銃が使いたいかも。まあまあだな。あ、そうだ、全然 SP のことを気にしてなかった。危ない危ない。怖いよ、ママママ。あ、一体何が起きてるんですか。あ、このままで恋人に会えなくなるんでしょうか。いや、俺のことなら大丈夫さ。もっと、きっと生きて戻ってくるから。恋人ってロニのことじゃないだろう。あんまり場を和ませられてないぞ。海の主って美味しいと思った。海の主は海の幸だねっての。海の主を食べる方法はないんですか。海の主に食われる方法なら教えてやる。おぉ、なんかあのマダムは強そうだね。あ、そっか、なんか通常攻撃でもいろいろあるんだっけ。おぉ、スプラッシュかっこいいな。うん、難しい。たいもない。かっこいいな。なんかメイス拾いませんでした？今、あ、やっぱり。燃焼速度ちょっと下がるけど、TP 軽減力が上昇するらしいのでこれつけていこう。ではでは、先行きましょう。 うわ、なんか左に見えてる、やだ。海の主が現れたくらいで、おー、オタを助けたら海の男なんて務まらねえぜ。すごくオタを助けるように見えるんだけど、カイルたちの肝が座ってるよね。船が止まったのはこいつのせいだな。おい、あんたたちも早く逃げろ。そいつは海の主だ。このバケモンと出会って無事だった船はねえんだぞ。逃げるったって一体どこに逃げるんだよ。任せといて、こんなやつ俺たちがやっつけてやる。よし、行くぜ。あった、ホルネウスデイル。じゃあちょっとあれを使いましょう。スペクタクルズ、それ地属性、水属性、火属性、耐性持ってるのか、弱点ない。とりあえず戦っていきましょう。おー、え、スプラッシュ、うわっとい。めっちゃ強いな。スプラッシュ返し。戦列国王戦。この間に超術で、うわっと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 い。 SP がある。私は結構こうしちゃおう。やばいやばいやばい。あ、間違えた。なかなか。え、ちょっと待って、
どこにどの手首をやってたか若干忘れてる。さあ下がる。ちょっと待った、一旦下がろう。ありがとうありがとう。フレームドライブ当たった今。いやえ、みんな死にそうなんだけど。ドリー、カイルが今一番体力あるな。え、ちょっと待って、私ノーマルに行ったよ。やばい、ちょっと待って、え、すごい難しい。あ、でも、いける。やばい。ああ、結構当たる。当たりにくい。当たらないよ。上にすぎて当たらないよ。いやでも TP がないんだ。 TP が OK。 見たか。見てねえよ。見てろよ。一応グレードは、グレードめっちゃもらえるな、ボス戦だと。お、ハンバーガー料理。いや戦闘下手くそでごめんなさい。これで船も。大変です、船底に海の主が。なんだと。こりゃまずいぞ。船底に穴が開いたんだとしたら。とにかく行ってみよう。え、連戦ですか、もしかして。あれ、どこだっけ、こっちか。ってことは戦闘に来そうですね。あ、やっぱりそうっぽいな。補給手当てして、ありがとう。回復。この下に戦争に、戦争がなしに、戦争がなしに、戦争に、青。落ち着け。な、なんなのこれ。いや、これ浸水してるね。うわー、うよ。くそ、こっちが本体か。まんまと一杯食わされたぜ。このままじゃ船は持たねえ。けど奴を倒しても穴から水が。どうするカイル。どうするったって。考えて暇はない。来るぞ。よし行くぜ。ホルネウス、そっか、さっきのような HP 高くないですか。しょうがない、スペクタクルズを使うぞ。それ、耐性ありすぎ。見るんじゃなかった。行って。ちょ、超絶大な、てか近寄れないんですが。うん、しょうがない。超絶を、あ、間違えた。待って、近づければこっちのもんだけど、やばい、死ぬ。ありがとう。難しい。どうしようかな、技をつなげていこうか。いや、全然減ってる気がしない。全部耐性持ってるからな。間違えた。超絶の方がやっぱ好きかな。あんまりリアルには何も言ってもしてないんだけど。やばい。痛い、ゲルガスがそろそろやばいぞ。いやーっと、どうやって戦うべき。なんか技連発しすぎじゃない。ありがとう。いやー、難しい。
誰か、え、誰か、オッケー、ありがとう。回復するまで待ってよ。ウィングスラッシュの方が効くかな。あ、ちょっと。ね、あんまり良くないな。あまり変わらないか。そろそろ1万5千。敵がそろそろない。効かないみたいよ。ちょっと待った。わー、おー、ちょっと待って、自分で回復しよう。はい、やばい、バンストライク。ちょっと待って、これは私が回復役に回った方がいいか。とりあえず自分回復して、あ、でもなんか変な前にヨロニョロがなくなってる。難しい、通常攻撃のいろいろ変えるの。いや、ロニめっちゃ体力あんの。今ライフボトルで、いやーやだだだだだだ。あー、どうしようかな。自分でそれでもいい。PP がだんだんなくなってきた。7500。あとは攻めるだけ。あ、 PP がない。 PP が、 PP 回復するか。それでもいい。あ、ちょっと、連携崩されるな。でもいける。うっと、ちょっと相手か。魔法を使って OK。 私の実力は。いいじゃん、リアラが決めたか。ポイズンジャック、いいね。グランドファーザー、誰の武器だろう。それかは防具か。お、エンチャントスペルと追加特技、いいね。ハンバーガー料理。まずいぞ、もう沈み始めてる。どうしよう。水をかき出さないと。バカ、そんなことしても追っつかねえよ。とにかく船室に残ってる人間を全員甲板まで連れてくんだ。わかった。どうすれば。なぜ力を使わない。そうだ、そう知ってるのか。お前の力ならここにいる人間を救うことができるはずだ。そんな無理よ、今の私の力じゃ。何してるんだよ、リアラ、銃出す。ごめんなさい。じゃあちょっと今大変、もうなんかすごい大変なことになってるんですけど、時間が多分結構いってるので今回はここまでにしたいと思います。戦闘が相変わらずノーマルなくせに下手くそなので、もう頑張ります。では今回もご視聴ありがとうございました。次回も見ていただけると嬉しいです。それではまたね、バイバーイ。